アンゲリク・ケルバーは、ドイツ・ブレーメン出身の女子プロテニス選手。身長173センチメートル、体重68キログラム。左利き、バックハンドストロークは、両手打ち。アンジェリック・ケルバーという表記も見られる。自己最高ランキングは、シングルス1位、ダブルス103位。これまでに WTA ツアーで、シングルス12勝を挙げている。2016年全豪オープン女子シングルス2016年全米オープン女子シングルス2018年ウィンブルドン選手権女子シングルスの優勝者。2016年 WTA ツアー年間チャンピオン。ポーランド出身の両親の間に生まれたケルバーは3歳からテニスを始め、2003年にプロに転向。しばらくは ITF のサーキット大会での下積みが続いた。2007年の全仏オープンで4大大会に初出場。第13シードのエレーナ・デメンチェワに3から6、2から6で敗れている。ウィンブルドンはアンナ・チャクベタゼ、全米オープンではセリーナ・ウィリアムズとシード選手と対戦し、初戦敗退している。同年7月に日本の豊田市で開催されたフェドカップのワールドグループプレーオフでは森田歩美に6から4、4から6、5から7、高尾エリカに3の6、2から6で敗れている。試合は3勝2敗で、ドイツが日本に勝利して、ワールドグループ残留を決めた。2008年全豪オープン1回戦で、マレット・アニを0から6、6から3、6から2で破り4大大会の初勝利を挙げた。6月のスヘルトーヘンボス大会のダブルスで、準優勝した。2010年2月のボゴタ大会でツアー初のシングル決勝に進出。地元のマリアナ・ドゥケ・マリノに4から6、3から6で敗れ準優勝となった。2011年全米オープンではランキング92位のノーシードから2回戦で第12シードのアグニエシカ・ラドワンスカに6から3、4から6、6から3、準々決勝では第28シードのフラビア・ペンネッタを6から4、4から6、6から3で破るなどして勝ち上がり、ベスト4に進出する。全米オープンでのドイツ女子選手のベスト4進出は1996年大会で優勝したシュテフィグラフ以来15年ぶりの快挙であった。準決勝では優勝した第9シードのサマンサ・ストーサーに3から6、6から2、2から6で敗れ、決勝進出はならなかった。10月の HP オープンでもベスト4に進出し、世界ランキング29位となり、トップ30入りを果たした。2012年は、全豪オープンでは、第30シードとなり初めて4大大会で、シード選手になり、3回戦で第4シードのマリア・シャラポワに1から6、2から6で敗れた。2月のパリ大会では準々決勝で、シャラポワを6から4、6から4、準決勝では、ヤニナ・ウィックマイヤーを6から7、6から3、6から4で破りツアー2度目のシングルス決勝に進出する。決勝では、地元のマリオン・バルトリを7、6、5、7、6、3で破りケルバーはツアー初優勝を果たした。4月のデンマークオープンでも決勝に進出し、地元のキャロライン・ウォズニアッキを6、4、6、4で破りツアー2勝目を挙げた。全仏オープンではベスト8に進出した。イーストボーン大会では、決勝でタミラ・パシェクに7、5、3、6、5、7で敗れ準優勝となった。ウィンブルドンでは、ベスト4に進出。準決勝で、アグニエシカ・ラドワンスカに3から6、4から6で敗れた。7月のロンドン五輪で、オリンピックに初出場した。シングルス3回戦で、ビーナス・ウィリアムズに7、6、7-6で勝利し、ベスト8に進出し、準々決勝でビクトリア・アザレンカに4-6、5-7で敗れた。最終戦の WTA ツアー選手権にも初出場を果たしたが、ラウンドロビンで3連敗して敗退した。2016年全豪オープンでは1回戦で、土居美咲にマッチポイントを握られるも逆転で勝利すると、その後はセットを落とさずに決勝に進出。決勝で、セリーナ・ウィリアムズに6-4、3-6、6-4で勝利し、グランドスラム初タイトルを手に入れた。翌週の世界ランキングで自己最高の2位となった。ウィンブルドン選手権でも決勝に進出するが、セリーナに 5-7、3-6 で敗れた。リオ五輪のシングルスでは、決勝でモニカ・プイグに 4-6、6-4、1-6 で敗れ、銀メダルを獲得した。全米オープンではセリーナが準決勝で敗退したため、世界ランキング1位になることが確定。自身は決勝に進出し、カロリナ・プリスコバに 6-3、4-6、6-4 で勝利し、グランドスラム2勝目を挙げた。ドイツ選手の女子シングルス世界ランキング1位は、シュテフィ・グラフ以来で、史上2人目である。連覇を狙った2017年全豪オープンでは4回戦で、ココ・バンダウェイに 2-6、3-6 で敗れ、優勝したセリーナ・ウィリアムズに、世界ランキング1位を奪還された。2017年は優勝はなく、ランキングも21位まで落とした。2018年全豪オープンでは、ベスト4に進出。準決勝で、シモナ・ハレプに 3-6、6-4、7-9 で敗れた。2018年全仏オープンでは6年ぶりにベスト8へ進出。優勝したシモナ・ハレプに 7-6、3-6、2-6 で敗れ、準決勝進出とはならなかった。2018年ウィンブルドン選手権では2年ぶりに決勝進出。決勝で2年前に敗れたセリーナ・ウィリアムズに 6-3、6-3 で勝利し、ウィンブルドン初優勝、グランドスラム3勝目を挙げた。また、最終戦の WTA ファイナルズにも2年ぶりに出場を果たす。1勝2敗でラウンドロビン敗退となるが、昨年末の21位から大幅に順位を戻し、世界ランキング2位で2018年のシーズンを終えた。2019年は2大会で決勝進出するも優勝はなく、グランドスラムも良い成績を残せず、年間最終ランキングは20位に後退。W= 優勝、F= 準優勝、SF= ベスト4、QF= ベスト8、R= 回戦敗退、RR= ラウン敗退。Q= 予選回戦敗退、LQ= 予選敗退、A= 大会不参加、P= 開催延期 WG= デビス、Z= デビス地域ゾーン、PO= デビス、G= オリンピック金メダル、S= オリンピック銀メダル、SF、B= オリンピック銅メダル、NMS= マスターズシリーズから降格、NH= 開催なし。ありがとうございます。